どうも、こんばんは、エナです。今回は東京グルリインボーク、長い長いメンテが明けましたね。まあ僕なんか、インボケのメンテのなんて言うんだろう、この曜日とか覚えてないんですけど、グルカルは火曜日の1時からっていうやつがあったじゃないですか。インボケってどうなんですかね。金曜日にあったり水曜日にあったり、なんか水曜日があれなのかな、定例なのかなって思うんですけど、まあ早くそれに慣れたいですね。時々火曜日とかなんか今日メンテじゃねとかって思うんだけど、違うんだよな。 FGO が水曜だからな、インボケ金曜日であってほしいところはまあある。でですよ、このメンテ、大目玉なのがまずこれ、能力開花の領域ですよね。これ6ターン、6ターンっていう制限があるんですけど、これやると、SR の何だったっけ、アタッチメントのオールアップかなが落ちるんだっけ、確かそうだったような気がする。まあ、またそのなんていうんだ、攻略も後々上げますわ。全部 SSR で行ったんだけど、多分あやと、俺結構あやとでバン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 やっていったんですよね。あやと早打ち段階で貯めてあげてっていう、まあそれのやり方っていうか、やったやつもまた今度載せますわ。多分動画にすると思う。で、あれ撮ったっけ俺、このプレゼントのSSR 確定チケットみたいなのが来てるんですよ。あれ、これフリックで動かないのか。これ、あれ？これですね、これ。今あるヤモリとカネキとアヤトの SSR。これは確定で当たるっていう。これさ、どうなのかなと思って俺。これ必要か？正直。だってさ、グルカルであんだけ出し渋ってたのにさ、ここに来てこれこんな必要かみたいな。大丈夫かおい。新規ユーザー、まあ始めると思う、これがあるってことを知ったらさ。でもさ、わざわざこんなことしてさ、どうなんのこれ。インフレを早めるあれなの傾向っていうか前触れなのこれは。まあいいや、とりあえず引きますか。なんでもいいや、なんか個人的にアヤトがいいかな。まあとつった場合のこういうアタッチメントとか知らんねんけど、やりますか。まあ、ないね、なんでもいいや持ってるし。まあこの3種類だけっていうのもちょっとね。はいはい飛ばしていいかな。これバチバチってさ、なった時って何色のバチバチだと、まあ、いいか。でもこの段階でわかるか、ヤモリな気がする予想。ほら俺さ、ヤモリめっちゃ引くんだよね。リセマラの時もさ、めちゃくちゃヤモリ引くしさ、ヤモリだと思った、そういう匂いがした。はい、ヤモリでした。あー、どうなんだろうな、このチケットが。じゃあそら、無課金でやってる人にとっては嬉しいかもしれないけどさ、なんかこんな無料、もうだってリリースしてまで1週間でしょ。1週間でさ、こんな最高レアリティ確定みたいなの、しかも優勝で渡すなら分かるよ。3000円なりなんなり課金したら確定ガシャ1回だけ引けますよみたいな、サブチケみたいな感じね。グラブルでいうサブチケとかそういう感じで、まあ選べないからまあ2000円ぐらいで確定で SSR1 枚引けるっていうのを1回限りやりますよっていうのだったら分かるけど、どうなの1週間で最高レアリティ確定みたいな、しかもどれも強いしさ、今の段階でめちゃくちゃ使えるし。俺はね、これどうかなって思うんだよね。課金する気失せるよな、こんなことされたら。まあまあいいんだけど、運営が何考えてるかなんて到底俺らには予想しかできないから、これだって決めつけはできないからさ。まあこれからのうちのちラインナップも増えてくるし、いいんじゃないですかね。まあ皆さんの意見をよかったらコメント欄に書いていってください。参考にさせていただきたいと思います。僕はこれは反対かな。はい、というわけで、今回は SSR 確定チケットガシャでした。また皆さんの意見コメントなど、待っています。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。